キチャンネル。こんにちは。さあプロ野球2021総決算ということでね、はい、もうあの、うん、動画が長くなっちゃうんで、はい、前振りトークやめます。サクサクといきますか。はい、はい、さあということでね、はい、今日は、うん、今年のねシーズン第5位の、はい、パ・リーグ日本ハム、セ・リーグ中日の話に行きますけども、はい、まず日本ハムね、うん、まあ俺は最下位かと思ったけど、はい、最後ね強い者いじめ、はい、なんか最後の方整って勝ってましたよね。だからもう最後の辺は、はい、なんかハムに負けたら落ちていくみたいな感じになっていって、うんうん、結構ね、うん、高浜とか野村、うん、浅間とか、はい、あの若い選手たちの頑張りっていうのがね、うん、結構大きく、はい、でも雑なところもあるんだけどね、うん、あのだからね俺はもうこれね筋とか見ないで、うん、客観的なところで見ていくと、うん、ちょっと野球がね雑。あ、そうですか。そう、やっぱ強い時って、はい、田中健介とか飛距離とか、うん、それこそ新庄さんとか稲葉さん、はい、小屋野とか、うん、金子誠さん、うん、鶴岡とか、うん、いた時結構緻密だったのよ、はい、バントとかしっかり決めたり、うん、進塁打打ったりとか、はい、エラーも少なかったし、でもちょっと、ね、雑だね、野球が。なんかこうすごい生き生きとなんかこう若手がよしじゃあ成長するぞっていう感じでプレーしてるのは伝わる、ね、そうそうそう、あのベンチの雰囲気はめちゃくちゃいいんだけど、うん、あのやってることが下手くそ、うん、あ、はっきり言っちゃったそうですか、うんうん、っていうところでね、うん、ちょっとあの見ていきたいと思いますけども、はい、数字見ればね、うん、もう課題はねはっきりしてるのよ、はい、なんとねチーム防御率 3.32、うん、パ・リーグの中で3位、うん、で先発防御率 3.42、はい、パ・リーグの中で3位。あ、3位、うん、で救援防御率が 3.14 でパ・リーグの中で3位と、はい、だから投手陣はねそこそこ頑張れてんのよ。そうですね、いい形でね、はい、何気に、うん、基本塁打98本は一番打たれてないホームラン、まあ札幌ドームが広いっていうね、はい、いうのもあるけども、被打率2割3分1厘はパ・リーグ3位、はい、でクオリティスタート率 51% はパ・リーグ2位。あ、でも 50% 超えてる。そう、だから先発が投げたらしっかり6回、はい、まあ3失点ぐらいでは抑えて投げ切ってるってことなのね。でもよ、はい、援護率 3.41、うん、パ・リーグ最下位。あ、そこが最下位なんだ。3点しか取れてくれ、はい、まあ、4点取ってくれないわけよ。うん、こういったところでね、なかなか、うん、で、打率が、ね、打つを2割3分1厘打率、うん、パ・リーグ最下位。ホームラン78本パ・リーグ最下位、唯一100本届いてないの、はい、札幌ドーム広いって言うけど、広い時でもそのさっき言った面々の時は打ってたからね、はい、関ノールとかもいて、うん、だから球場が広いわけじゃなくて選手の能力なのよ、はい、でヒット数1067パ・リーグ最下位、うん、で広いんだったらツーベース増やしていこうっていう形で203本でパ・リーグ2位、ロッテに次いで、うん、でもっと増やしていきたいね、うん、で広いから、スリーベースも24本と、パ・リーグ3位、うん、でも OPS が、642と、パ・リーグ最下位、うん、で得点圏打率2割2分7厘ダントツのパ・リーグ最下位、盗塁77パ・リーグ4位。ここもうちょっと足生かしていきたいね。でその中で、はい、あの盗塁成功率が、6割8分8厘と4位、だちょっと成功しきれてないよね。だそういった面でもやっぱ考えれるところはやっぱ打線だね。そうですね、うん、ピッチャー陣は結構数字見るといいですね。そうそう、頑張ってるのよ、うん、でも三振がよ1207個と、はい、パ・リーグ1位なのよ。三振しすぎなのよ。そうなんだ。ダブルプレーも93とパ・リーグ3位、うん、で代打成功率は1割3分2厘とパ・リーグ最下位、はい、だから層が薄い、うん、でエラーが70個でパ・リーグ2位だ、ミス多い、うん、こういったところでね、うん、ピッチャーの防御率そこそこいいのに、はい、ミスが多いってことは、うん、だ多分そのね失点は多いけど自責点が少ないのよ、うん、だからその記録上にはね、はい、失点515でなのにあの自責点が463だから、だいぶ違う、50個ぐらい違うから、50個以上違うのはロッテと日本ハムだけだから、だからそういったところでもこう無意味な失点してるよね、はい、ミスなくせばだいぶ変わりますね、だいぶ変わるのよそこら辺がね、多分ミスなくすれば失点の数が多分もっと減っていくから、はい、おろずともうちょっとね順位が上がってくる可能性もあるんで、はい、うん、やっぱ課題としては、うん、投手陣っていうよりも
ミスを減らそう、うん、守備も含めて。そこはちょっとビッグボスちゃんとやってきそうな気しません、ね、うん、そこは、うん、だからそこはちゃんとやらなきゃいけないね、うん、もう基本動作のことか、はい、特にサード野村とかね、うん、基本動作のことかで、はい、打つ方がやっぱり層も薄いし、うん、打ててないから、そうですね、全体的に見るとね、ハムが強かった時は、はい、レアードとか、うん、セギノールとか、うん、やっぱこう打つ外国人がいたから、はい、そういったところでもやっぱ打つ外国人が絶対いるね、あとスレッジとかね、うん、はい、いたから。一番打率高い方でハムって誰なんですか？近藤じゃない？あ、近藤選手か。一番打率近藤が2割9分8厘、うん、で本塁打は近藤の11本、うん、で打点近藤の69、だ近藤がね、あの本塁打とか打点が一番多いやつダメなんだよ、だからね、近藤が4番に入ってるやつダメよ、あ、それじゃあちょっと壊さないよね。強い敵って近藤選手4番じゃないですもんね、うん、3番とか2番とかっていうところにね、うん、近藤はクリーンナップ的なチャンスをものにするんじゃなくてチャンスメーカーの方に行かないといけない、うん、でそこでクリーンナップがバチッていればね、はい、もっとこの近藤の役割も増えてくるんで、うん、そういった面ではやっぱ近藤がもうちょっとね、そのチャンスメーカーになれるような布陣を引かなきゃいけないよね、うん、野村2割6分7厘ホームラン7本とかね、はい、うん、で渡辺がね、今年ちょっと直球破壊王子があんまりパッとしなかったっていう、はい、ところと、でもなんか磯畑が4番候補らしいからね。そうなんですか。なんか足の速いやつが4番にいたら、はい、内安打とかになって、うん、得点圏で1点入るから相手は嫌やろって言って、はい、俺は別に嫌じゃないけどね。そういうのビッグボス言ってましたね、本当の4番は4番じゃないんだみたいな、うんうんうん、俺はもう足が速いランナーがノーアウトで先頭バッターなのが一番嫌だね、俺は。塁出たら盗塁とかあるから、はい、あのランナーがいっぱいいて、はい、足の速いやつ回ってきても、もしホームに戻ってこなかったら、うん、そいつの足止めになるから、はい、走られなくなるから気にしなくていいから、はい、足が速いやつは前に誰もいない時に回ってくるのが一番嫌だ、うん、だからいつも荻野選手が一番になるんですね。そうそう、そしたらノーアウト二塁になるから、盗塁とかしたら、うん、2アウト一塁とかで回ってきて、はい、で磯畑がタイムリー打って一二塁になっても足警戒しなくてもいいから、そっか、前に足生かすことがあんまり、そう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 、うん、だから俺も足の速いやつは打撃の内野安打ってそんなにあるわけじゃないから、はい、塁出てからの盗塁を意識しなきゃいけないっていうところがやっぱ一番大きいから、俺はそんな、まあ俺が野手じゃないからっていうのもあるかもしれないけど、はい、俺はそんな嫌じゃないけど、うん、高浜2割6分に、はい、だからまあ高浜、野村、うん、浅間、うん、いい感じで育ってきてるん で、はい、で年齢も浅間が20今年6歳、はい、野村が今年22歳の高浜が26歳だからもう若いからね。あ、そうです、20代ですね。ここら辺がぐわーって成長してきたら面白いよね。30代の選手が本当に少ないですね。うん、太田はノンテンダー、まあ、どうなるか分かんないけどね、はい、帰ってくるかも分かんないけど、はい、で西川もノンテンダー、木村選手もトレードで、うん、来たからね、うん、でもちょっとピッチャー陣がね、宮西がもう37歳、金子39歳っていうね、であんま秋吉はノンテンダーで外国人だから、うん、で加藤が来年30歳、はい、杉浦も30歳で、この西村とか頑張らなきゃいけない、西村、上原、生ためとかで、まあ立野がね、はい、あの23歳いい感じで、うん、でまあ川野、まあ、先発できなかったら俺はリリーフでもいいんちゃうかと思うけども、であとね吉田、はい、柿木のね、この甲子園コンビがどこまで頑張れるか、はい、だけども、まあ、全体的にちょっと野球が雑です、うん、そこら辺をビッグコースになって丁寧な野球に変えていくと、はい、まあ、ポテンシャルある若い選手が育ってきてるんで、うん、そこがうまく回ればね、ちょっと面白いかなっていうね、はい、ところはあります。さあ続いて、さあ中日、はい、簡単です、はい、打てもうね、ドラフト大学の時からずっと言ってますからね、うん、まあ、中日のもう総決算はね、うん、簡単よ、はい、チーム防御率 3.22、1、はい、先発防御率3.37 は2、うん、救援防御率唯一の2点台 2.92、 1、基本塁打98本最低、うん、だからまあ球場広いっていうのもね、はい、まああるけど、クオリティスタート率 52.45% 2、あ、うん、3位、うん、被打率2割4分1厘3位、うん、ここよ問題は、はい、援護率唯一の 2.98、はい、2点台か、3点取ってくれません、はい、うわー、それはきついよ、うん、ピッチャー頑張ってんのにね、うん、で、打率2割3分7厘、セリーグ最下位、うん、チームホームラン69本、はい、唯一100本打ってない最下位、安打数1090最下位、広い球場なのに、日本ハムはね、うん、打ってないけど広いからツーベースはちょっと多かったんだよね、はい、それなのに広い球場なのに中日、はい、ツーベース182本、唯一、200本届かず最下位。あ、そうなんだ。だって DeNA なんてあんな横浜スタジアム狭いところでも254本打ってるんだから、はい、まあ、全然数字違いますね、うん、そう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 、 OPS622、はい、最下位、うん、
得点圏打率2割2分1厘、うん、ダントツ最下位、盗塁60個、うん、5位、エラー55個、うん、2番目に少ない、だからエラーは少ないんですよ、はい、で三振も少ないんだよ、うん、だからバットに当てる能力はあるんだけども、多分しっかり振り切ってないんだろうね、うん、だからもう簡単なのよ、はい、ピッチャー頑張ってるよ、宇都宮、超簡単、明らかですね、うん、投手陣、柳ね、防御率 2.20、はい、ね、11勝168奪三振、ね、で、マルティネスついて、又吉、あー、そうですね、又吉ちょっとでかいね、FA で抜けて、はい、うん、小笠原がね、8勝10敗、はい、大野がちょっと10勝できなかったのがね、はい、防御率は 2.95 だから援護点がないんだよね、うん、松葉が6勝5敗、うん、だから中日のちょっと勝ち星少ないなって思うのは、もう援護点がないから、そうですね、っていうだけ、あればもっと柔軟勝ってしてる可能性ありますね、うん、防御率とかいいからね、うん、まあ、野手がもうビシエド打たなきゃ負けますみたいな感じになって、はい、でしかも作戦もしないから、うん、動かせる選手たちいるのにね、うん、だやっぱりね、中日はね、まあ、環境変わるんでね、はい、まだどうなるか分かんないですけど、やっぱ動いた方がいいね、はい、でもその中で中日はね、なんか来季の期待になるのがこの外野手岡林、はいはい、を使いたいらしいのね、はい、でネオがライトに行くらしくて、うん、でこの石川っていうのが、まあ、サードかセカンドによって高橋周平のポジションが変わるらしいのね、でここら辺の頑張りだね、この石川、ネオ、はい、で岡林、だいぶ若くなってきますね、はい、ここら辺がどう頑張っていくか、はい、でね、キャッチャーはね、木野拓が、まあね、レギュラーになって、でその桂もね、同級生のいい形でね、切磋琢磨して頑張ってる、はい、だこのね、内野手の福田、堂上、阿部、ビシエド、この30今年 2,3、うん、歳コンビがどこまで頑張れるかっていう、うん、しかも大島ももう来年37歳だからね、はい、そういったところにちょっと高年齢化してるから、この若い選手たちがね、うん、どこまで頑張れるか、はい、でピッチャーはもう福谷とか、うん、もうね、福、岡田、松葉、田島、又吉、油乗り切ってる、ね、一番いい時ですね、ま、うん、で柳がその下にいて、はい、梅津ずっといいって言っててね、はい、うん、頑張れ早く、はい、とかね、うん、まあ、森とか、うん、ね、頑張っていかないで、橋本、はい、頑張れなきゃいけない、でまあ今年ね、はい、ドラフトでブランドン、ブライト、あ、ブライト、ね、ブライト、ブライト健太、あ、ブライトも西武か、はい、ブライトとかね、あと鵜飼君、鵜飼君とかね、はい、取って、そこら辺の選手たちがね、はい、どうやって組み込む飛んでくるかっていうところも大事になってくるかと、はい、もう、まあ、もう今年は本当に、ね、もう打てなかったと、作戦次第で貪欲に1点を取りに行けなかったっていうところが、うん、まあ、やっぱり一番の敗因だと思うから、はい、来年に向けてはね、まあ、監督も変わるんで、そこら辺をね、貪欲に動かしながら点を取っていくっていうことも大事だし、この若手はね、はい、片岡さんが2軍の監督だから、はい、まあ育つでしょ、おー、そうですね、うん、確実にね、片岡さんが育てますね、うん、そこら辺がね、うん、あの育ってきたら厚みが増していくんで、うん、まあ、打線がどうかだね、うん、あとやっぱ外国人選手の補強だね、はい、まあ、野手もう一人欲しいね、うん、まあ、ビシエド一人じゃちょっときついんで、はい、そういった面でも、まあ、今年はね、もうね、打てなかったっていうところが一番、うん、まあ、宣伝にね、出ましたね、きつかったかなっていうね、はい、ということで、うん、日本ハムと中日に一言、はい、中日打てませんでしたね、日本ハム雑な野球はやめましょう。